こんにちは。J1BJT です。2024年2月21日水曜日です。JALの通常選挙が今年行われます。本日2月21日に立候補者の告示が出たみたいなんでね、それについて少しお話ししようと思います。ざっくり解説ということでね、お届けしようと思います。J1BJT 初心者目線でいろいろ動画で解説しています。で、私自身はですね、カムバック組なんですけども、実質無線歴2年半ほどの初心者です。JALも2021年の10月加入なんでね、2年ちょっとですね、そんな感じになってます。で、今日は JAL関連の話題なんですけどもね、こういう話もたまにやっております。動画が参考になったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあ本編行きましょう。令和6年 JAL通常選挙。今年 JALの選挙、2年に1回行われるんですけども、そういうものがあります。4月に行われるんですけども、それに向けて2月にですね、立候補者のね、届け出の受付がされていたと思うんですけども、昨日の20日でそれが締め切りになって、今日立候補者の告示が出ました。これはもうね、一般の人が見れる状態になっているんですけども、時系列で言うとこんな感じです。2月の1日に通常選挙についての告示っていうものが出されて、2月の9日にその時点での立候補者の中間発表みたいなのがね、出ました。それで昨日の時点が締め切りで、今日立候補者が実際に告示っていう形で出て、今こんな感じになりましたってとこなんですね。で、一応ですね、このJALがどういうものかっていうことをご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、一応おさらいでね、お話をしていこうと思います。JALは日本アマチュア無線連盟っていうと思うんですけども、現在の形はですね、一般社団法人という法人格でもって運営されてます。これは日本の法律で一般社団法人及び一般財団法人に関する法律というものがあるんですけども、それによって運営されなければいけないものです。で、このJAL自体の定款とか規則によって選挙は行われるようになってるんでね、この定款とか選挙規則っていうものもJALのサイトで公開されています。で、一般社団法人のことを大体ですね、括弧書きで一社っていうことが多いんですけども、一社というね、組織においてね、社員っていうものは、普通の一般の会社とちょっと違うんですね。株式会社で言うと、株主みたいな形のものをね、社員って言うんですね。議決権を持ってますと。社員総会っていうものが毎年必ず1回開かなければいけないんですけども、その社員総会で、何らかの議案、議事に対して一票を持つっていうのが社員の役割です。で、社員はこのJALという会のですね、会員さんの代表という形になるんで、まあそれをね、2年に1回選んで、任期2年でね、やってるっていう形になります。で、ちなみに一社の理事はですね、株式会社の取締役のようなものになるんですね。で、これは理事会っていうものがあると思うんですけども、理事会で一票の議決権を持つというね、形になります。今回、社員と理事との選挙になるんですけども、ここで選ばれた人は、令和6年と7年の、担当する形になるんで、次に行われる令和6年の6月ぐらいかな ?4 月に選挙があって、6月ぐらいに社員総会あると思うんですけども、5月か6月かにあるんですけどもね、その時は、今の現職の方の社員総会なんですね。だからここで選んでも、その社員で選んだ方が実際に、議決権を持って担当するっていうのは、令和7年と8年になるんでね、そのズレがちょっとあるってことをね、ご了解いただければいいんじゃないかなと思ってます。ちなみにすごくね、簡単に書くとですね、株式会社と、まあ、一般の会社ね、こんな風になるんですけども、JAL 一般会社ですね、一般の株式会社だと取締役みたいな位置づけを、まあ、JAL だと理事っていうね、一般社団法人だと理事って言い方します。で、一般の株式会社の株主みたいな存在が JAL でいうとこの社員という形になります。ごくごく普通の言い方での従業員としての社員っていうものは存在しなくてですね、JAL みたいな組織において、一般社団法人において従業員みたいな人っていうのは職員さんですね。JALの本部にいる、何人かの職員さんっていうものは、まあ普通の会社の社員みたいな位置づけになるんですけども、JALでいうところの社員っていうものは、あくまでも年に1回だけ行われる社員総会、株主総会みたいなところで議決をする、それだけの人です。
報酬ももちろんありません。一般社団法人における社員というものは報酬はゼロです。理事については報酬をね、執行する執行役員みたいな形でね、実際の業務をオペレーションする人については報酬を払ってもいいということになってるんですけども、 JAL の場合は、理事も無報酬でやるって形になってます。 JAL の場合は、会員なので、ね、会員さん、正会員、コールサインありの人に支えられていると思うんですけども、この人たちは自分で議決権を持ってなくて、社員さんに代議士ですね、代理で議決を持ってもらうという形で JAL の運営に参加している形になります。でここでですね、一旦ちょっとですね、本物のねページをねサイトでね見てみましょう。これが実際に出ている令和6年通常選挙についてっていうものなんですけれども、この中に告示された内容とかね、こういうものが全部出てきています。この社員はですね、地方本部の区域ごとに定数がこのくらいになっているとかね、区域ごとになっているとか、あと理事は5人とかですね、こうなってます。これについてですけども、あとはその地方本部は、地方本部がね、エリアごとにあって全部で10なんでね、これも本部長がそのまま、これもね、ちょっとね、変わったんですけども、本部長は本部長として選出されて、その人は、基本的にはね、理事になるかならないかってところに関して言うと、社員総会で決議が必要なんですけども、本部長は本部長として決まったものは本部長として、やっていいよっていう話に多分切り替わったはずです。これちょっとね、違う話なんですけども、重要なことなんですけども、今回はちょっとね説明を省きます。こういうのがあるんですけども、ここのね、この通常選挙こういうものがあった上で、流れで言うと、立候補の中間ですね、2月の9日に1回こういうものが出てます。この各地方ごとに定数が何とかってあるんですけども、最初はね埋まってないんですよね。こんな形になっているんで、これを見ながら、立候補するしないって決めると思うんですけどね、こういうのが中間で1回発表されています。これちょっとね参照なんでこのまま出してますけども、これは一般の人が見れるものです。で、これに対して、立候補者の告示と無投票の告示、投票の取りやめ告示、こういうものはね、全部出てます。立候補者の告示ってことに関して言うと、こうやってね、ずーっとこう出てるわけですね。地方本部ごとの定数がいくつで、このふうにね、誰が立候補してますよって、コールサインと名前ってずーっと出てます。これずーっとあるんでね、これは各自見れるものなので、自分のところエリアとかね見ていただければいいんじゃないかなと思います。で、支部区域ごとの社員とかねありますと、あと全国の理事の候補者とか地方本部長、これは選挙を行うっていうものの人のリストがここにあります。立候補者告示ですね、これは選挙します。で、次に無投票当選っていうのがあってですね、要は選挙って定数が決まってますから、定数以下の人しか立候補しなければもう自動的に当選してしまう、もう当選が決まっちゃいましたよってところが結構いっぱいいるんですね。こんな感じでね、だーっといますね。県別っていうかですね、この区域ごとのところはほとんどがですね、一人しか立候補してなくてそれで決まっちゃってますと、地方本部長もほとんどがそのまま、決まっちゃってますという形なんでね、ある意味出来レース的な感じがするかもしれないです、旗から見ていると。で、これの投票の取りやめっていうことで、この、社員だと思うんですけども、支部区域ごと、これ県別に近いですけどね、青森県と長野県のこの県に定数1ずつあるんですけども、ここには立候補者がいなかったんで投票しませんよというようなものがあって、じゃあ実際この選挙ってどうなるのっていうところですね、ざっとね、ちょっとね、まとめ直したのがこちらになります。ざっとね、まとめるとこんな形になるんですけどもね、通常選挙、これ社員の方なんですけども、実際にその立候補状況とか見たらね、実はこんなもんでしかないですと。で、地方本部ごとに定数20とか12とかって定められて、それに対して立候補者が何人いてっていうところで言うと、定数は全部で多分足すとね、84になると思うんですけども、これに対してですね、ちょこっとずつ多めにね、立候補しているところって選挙があるんですけども、これ、
全国ですね、地方本部ごとの、ものについては84なんですけども、13多いんですね。なので、この立候補した人もね、結構いらっしゃるんですけども、そのうち落ちる人が13人。逆に言うとですね、投票するのは、入れたい人を入れるんですけどね、落ちる人は13人だけなんですね。で、これ見ると、関東は20人に対して23人立候補してるんで、3人落選しますと。それだけなんですね。で、四国はもう無投票。東北も無投票。北海道無投票で、定数4で立候補3なんで、欠員1なんですけども、まあ、欠員は1だったら1でね、これ以上仕方がないんで、欠員のあるままで決まりです。っていうところで、この地方本部ごとの塊のブロックでやるものに関して言うと、13人落とすだけの選挙なんですね。こんなもんでしかないです。じゃあ今度支部の区域ごとの社員は何か。定数54ってあるんですけども、これは北海道とかっていうのが、ちょっとですね、北海道ってなんとか市長とかね、そういう言い方したりすると思うんですけどもね、ちょっと地域ごとに、こう定数1がね、割り振られてるんですけども、それ以外のところは大体都道府県別ですね。東京でも1、神奈川でも1みたいな形なんですけども、これも、定数54って言ってるんですけども、そのうちですね、実際に選挙を行われるのは、山形県と、これ、渡島、檜山っていうのかな、函館の方にエリアだと思うんですけども、北海道の。まあ、そこはですね、立候補した人が2人いらっしゃるんで、これはね、1人が受かって1人が落選するっていう形で、ね、ここは選挙がありますよと。また、青森と長野は立候補がなかったんで、それぞれ欠員ですよという形になってしまいます。それ以外の50の地域に関して言うと、定数1、立候補1で、無投票でそのまま決まってしまうということで、例えば私は東京に住んでるんですけども、東京に住んでる場合のこの社員に対する投票っていうのは、地方本部、関東ですね、1エリアとして、定数20立候補者23の候補のうちに1票入れると。じゃあ東京の人は入れる必要があるかっていうと、1人しか立候補してないんですね。東京都として持ってるものは。これと別で。で、こっちの方は無投票で決まってるんで、投票権なしと。まあ、投票自体がないという形なんで、社員に関してはこれを1票入れるだけ。そんな形になると思います。なので、社員ってね、たくさんこう立候補してるように見えるんですけども、まあこう、欠員のところもね、欠員が 1,2,3 ですよね。あるし、落選する人も今出てる人の中でたった15人しかいないわけですよ。まあ出るのも大変だと思うんですけどね。一応推薦人とか集めたりするっていうのがあるんですけども、まあそんな形になっているんで、なんだろうねっていうような気はします。じゃあこれに続いて理事の方を見ていきましょう。こちらが理事なんですけども、理事の場合は地方本部長が定数10、エリアごとに地方本部があると思うんですけども、それの本部長が、まあ一応ですね、理事としてふさわしいかっていう判断はね、社員総会で行われるんですけども、一応理事というものとしては定数10がありますと。で、それの他に全国理事、全国区みたいな形で理事を選ぶっていうのがあるんですけども、これはですね、今回の選挙だと定数が5になってます。理事の、選挙で選ばれる理事の総数は、10と5を足して15人なんですね。15人の理事を選ぶ形になるんですけど、実はね、ちょっとね、これはね、表に出てるかどうかわかんないんですけども、理事会の、報告とかであったと思うんでね、ちょっと出てないのかもしれないんですけども、令和6年の選挙で選ぶものに関して言うと、全国理事の数が5、地方本部長から来る人が10で15、その他に推薦理事が2、推薦幹事が2っていう形でですね、この他に2名2名、4名プラスされる可能性はあるんですね。推薦理事っていうものが。まあそれ以外で選挙で選ばれるものとしてはこんな形になってます。で、じゃあこの全国理事の定数5っていうのがどうなってるかっていう話だと、立候補が9なんで落選が4なんですね。ちょっと名前はね、ちょっと書いてないんですけども、それぞれ立候補された方のね、コールサインとどんな役割が今されてるかってことをね、ちょろっと書いてます。まあ、こうね、現理事ってね、現社員とかですね、あると思うんですけども、まあ、皆さん、何らかの、役職をされていた方がね、ここに出てるんだと思います。まあ、いろんなあって言いにくいんですけども、ちょっとね、違和感を覚えたのはね、この2
つ目の方ですけども、これこの間一身上の都合で何も説明せずに辞職された方だと思うんですけども、代表理事をやられていて、代表からはふさわしくないということで解任されました。解任された後にですね、理事を、理事のね、代表理事からは解任されて、理事としては、辞職された方なんで、元理事っていうね言い方してます。前理事じゃなくて元理事ですねっていう形ですけども、なぜかね出てきてると、ちょっと理解に苦しむんですけども、こういう方が出てます。あとその他で言うと、新しい方で言うと、現在は社員をされている方ですね。あと現在社員をされていて、理事会の方から拝命されて参与ですね、参与をされている方がこうね履行されています。あと関東地方本部の役員されている方が履行されています。またこの方も、まあ、現社員ですけどもね、まあ、昔やってたっていう方がこうね履行されているんで、このうちから、5名が当選して4名は落選していくっていう形なんで、ここがね結構ね激戦区なのかなっていうふうに思います。は、私はちょっと JAL の内情わかんないんでね、外側から見えてるだけの話なんですけど、ここが一番ね難しいんじゃないかなと思います。まあ理事なんでね、そのくらいは仕方がないと思うんですけど、そうなってます。じゃあ地方本部の方どうなってるかっていうと、地方本部の方はもう無投票で、もう決まっちゃってますと。もう関東、東海、関西、四国、九州、東北、北海道、北陸、信越、無投票で決まってます。で、唯一、投票が行われるのは中国地方ですね。これはね、なんかね、ちょっとね、僕はあんまり詳しいこと知らないんですけども、中国地方はちょっと揉めてた感じがするんでね、それの関係でですね、まあ、現地方本部長と、あとまあ、岡山支部長ですね。これが、選挙に出て戦うという形になるようです。ここはね、実際にこの中国地方4エリアですね、4エリアの方が投票権を持ってると思うんですけども、まあ、JAL であったり、アマチュア無線ですね、特にこの地方本部の中の活動できちんと誰がやってくれるのかってことを見極めて投票する必要があるんじゃないかなっていうふうに思います。ということで、ざっとした解説ですけども、個人的にですね、雑談としては今日のところはこの辺りでまとめにしようと思います。今日のまとめですけども、令和6年の JAL の選挙、立候補者が告示されましたと。で、無投票で決まったところ結構多いですよね。あと、立候補者がなくて欠員となったところもいくつかあるようです。若干ですけど、そういうのがありますと。で、まあ、なんかね、そのアマチュア無線自体がなかなか大変なご時世なんで仕方がないとは思うんですけども、そうは言ってもね、一応この来年、再来年の未来の活動を決めていく人を選ぶ必要があるので、JAL の船員、コールサインがある人ですね、JAL の会員さんで自分の無線局のコールサインがある人は船員っていうふうに呼ばれていると思うんですけども、まあ一人一票ね、投票権があります。ただその住んでる地域ごとにね、投票するものがあるのか、もしくはもう全部無投票で決まっちゃってるっていうのとかでね、変わりがあると思うんですけどもね、全国理事は投票すると思うんですけども、地方ごとの、選挙がね、場合によってはなかったりするものもあるんで、投票しなくて終わってしまうものもあると思います。で、このおさらいですけど、本当のおさらいなんですけども、今ですね、現職の社員と言われてる人が何やったかっていうと、2年前の令和4年の4月の選挙で選ばれたんですけども、4月に選ばれたんですけど、その年の6月の社員総会っていうものは、その前の方がやられているんで、実は去年の6月かな、社員総会で議決を一度行っただけなんですね、現職であっても。で、その中で議題を提案した方もいらっしゃいますし、何もしなかった人もいますし、その社員総会自体欠席した人もいます。詳しいことはですね、細かいことは全部開示されてないんですけども、まあ、こういう方がね、結構いらっしゃったってことをね、実際に分かっているんで、まあ、もしね、こういう人がですね、また立候補してたとしても、まあ、そういう人に入れていいのかな、どうなのかなっていうことをね、本当はね、判断材料にしたいんですけども、そういう情報がね、なかなかね、分からないのは、あまり良くないかなというふうに思ってます。で、個人的な結論ですけども、
日本のアマチュア無線の未来に向けて実際に動いてくれる人を選びたいものですと。あの JAL っていうものはあくまでも任意の、ね、団体でしかなくて、一般社団法人っていう体裁は取ってますけども、アマチュア無線化が絶対加入しなければいけないものではないです。ただ電波法の中に連盟という形で出てきていて、バンドプランとかですね、その中でもですね、バンドプランというかですね、アマチュア無線の使える周波数帯の中にビーコンですね、識別信号ですね、それは連盟がね使っていいよとかね、そういう規定があったりとかしてですね、あとは世界の中で言うと IARU のリージョン3の一員として他の国とのね調整とかネゴシエーションとかって、まあ JAL がやらなければいけない話なんですね。なので JAL の会員のためというよりも、日本のアマチュア無線化、また世界のアマチュア無線化と協調してやっていくために、 JAL はきちんと働いてほしいなっていうふうに思っていたりします。ということで、ざっとした解説でしたけども、今日のところはこんな話で終わりにします。 J1BGT でした。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。